徳富呂化から1927年9月18日は日本の小説家。ベストセラーとなった小説、伏助器やキリスト教の影響を受けた自然描写作品、自然と人生などで知られる。本名は徳富健二郎。思想家、ジャーナリストの徳富祖法は2位。武漢無理でなく和漢無理を用いる徳富の表記にこだわり、各種の文学辞典、文学館、 記念公園などは、和冠無理の富の字を採用している。横井湘南門下の春英であった父、徳富和隆と母、久子の四女三男の罰子として、日後国足北軍水俣村に生まれる。五歳年長の兄に、伊一郎がいた。三歳の時に、父が熊本藩に出資するため一家で、熊本へ出て、七歳で、本山小学校入学、九歳の時に、 熊本洋学校入学、しかし西南戦争のために郷里に疎開する。1878年10歳の時に同志社営学校に入学していた伊一郎に伴われて同校入学。2年後兄の退学とともに退学し、父の設立した熊本教立学者に入り、1882年には伊一郎の設立した大江義塾に入る。この頃、八県伝いろは文庫、 大平記などや、七十一雑報の翻訳小説などを愛読した。1885年17歳の時に、キリスト教授選し今治教会で、いとこの横井時代の下で伝道と、英語教師に従事、この頃からろかの号を用いる。号の由来は、自ら述べた、足の花は見どころとてもなくと清少納言は書きぬ。しかもその見どころなきを、あまりは、 帰って愛するなりから来ている。1886年に同志社に再入学。1887年に東京で民有者社長となっていた兄のところで、二葉亭氏名の小説、浮雲を読み、小説家になる志を立て、1888年に同志社文学に横井昌蘭の墓を訪ねた短文、古墳の夕が掲載され、初めて文章が活字になった。 同志社副校長、山本角馬の娘、山本久江と恋愛関係になるが新島にも兄にも反対され昇進し、出本して鹿児島などを売ろう、その後熊本映画校の教師となる。不助基礎班表紙百八十九年に上京して民有者社員となり、構正、翻訳などの仕事をしながら、兄の主催する文学会にも参加し、坪内昇陽、与田学会。 矢野流敬、山田美妙などに引き合わされ、また翻訳の伝記、常温武ン・タケライド、リサド・各部伝を出版した。1890年には、兄の発刊した国民新聞に移り、外国伝法や小説の翻訳をした。1891年に、キリスト教と決別し、この頃からゲーテやユーゴーなどヨーロッパ文学に親しみ、中でもトルストイ、 戦争と平和を英語で読んで系統するようになる。1894年に演談により原田愛子と結婚。自然に親しみ、社政庁の各編を国民新聞に発表し始め、また民有者の家庭雑誌、国民の友などに雑文を書いていた。1896年に兄祖宝がヨーロッパを歴訪し、トルストイとも会談し、ケンジローはその記録に感銘を受け、 トルストイの伝記を執筆する。1897年に、図司に転居。1898年に、気候文や自然病。1900年に、不助記を全面開講して出版し。これが、当時の家庭小説の流行も、相まって大きな反響を得て、続いて、怪人、思い出の木を連載。思い出の木も、名作として愛読され、多くの青年に影響を与えた。 また、写生文を集めた自然と人生を観光し、キリスト教の感化を受けた精神な感情で自然を描写で高く評価され、この年に民有者を退社して文筆に専念、また原宿に転居する。1898年に国民の共に連載したビオルンソン、ゾルバッケンの翻訳のの花を田山家隊は一時私たちの同系するところとなったと評している。 扶助期は1901年に高田実一座、1903年に劇団新派でも公演されて旅芝居や映画にもなり、さらに人気を高め、1909年には100版を重ね、観光後30年で185万部を売り上げるベストセラーとなった。自然と人生初版表紙1900年に東京原宿に転居。 1902年1月26日から6月29日には、六名館時代の政界の腐敗や上流社会の風俗を題材にした社会小説、黒潮を国民新聞に連載。黒潮は双方が材料を提供したもので、他の作家は知り得ない、殺鳥政治の内幕に詳しかったが、未完のままとなった。やがて国家主義的傾向を強める兄とは、次第に不仲となり、 1903年に、祖方への、国別の辞を発表し、絶縁状態となり、民有者を離れて、黒使用者設立。日露戦争開戦直前の1904年1月に、平民新聞に、非戦論を寄稿。1905年に、木下直江らが、キリスト教社会主義の雑誌、新起源を発行する際にも援助した。1905年に、愛子と富士登山中に、 人事不正となり、生活の転換を目指して再び寿司に転居。1906年4月4日横浜を出版、ヨーロッパ旅行し、パレスチナを経て、6月30日ロシアでトルストイを訪問。その時の記録、巡礼機構は、オスマン帝国地下のエルサレム訪問記も含めて、貴重な記録となっている。8月4日に帰国後青山高木町に転居。また1906年には、 旧制、第一高等学校の弁論部大会にて、最初の講演を行い、勝ちの愛の演題で、ナポレオンや小玉将軍を例に引き、勝者の胸に巨来する悲哀を解き、一時の境を求めず、永遠の生命を求めることこそ1日の猶予も、できない厳粛な問題であると説いた。この演説に感動した一高生の何人かは荷物をまとめて一高を去ったという。1907年、 東京吹北多摩郡千歳村大技かすやに転居、トルストイの影響による反応生活を送り、分断と離れて死去するまでの20年間をこの地で過ごした。しばらく執筆が途絶えたが、病床にあった国木田独歩を医者するために、田山片平らによって編集された28人衆に国木田鉄夫兄に与えて世が近況を報ずる小気候。1九1年の大逆事件の際、 高徳周水らの死刑を阻止するため、祖法を通じて、首相のカツ直後に再び一校の弁論部大会での講演を依頼されると1911年2月1日、無本論の代で論じ、柳原忠夫などの学生に深い感銘を与えた。この講演を依頼した学生が、戦後に社会党委員長となる、川上上太郎や文部大臣となる、森と達夫だった。しかし、 これを不敬演説という非難が起こり、校長、ニ渡ベ稲造らが、建石処分とされることになった。ロカヒサシシュゲロカ夫妻墓地1912年に、カスヤでの、田園生活のスケッチと述べる、短文集、ミノズノ田は、ことを書き、震災までの11年で108般10万余るべを、重ねるロングセラーとなり、またこの作品から、本名の健次郎で発表する。 1913年に国民新聞社襲撃を受けて、同社再建のために兄と交流を再開するが、翌年には父、和高の葬儀にも参列せず、親族との交流を断ち、1908年に幼女に迎えていた祖父の抜ッシ子も祖父のもとに返した。1918年にカスヤの自宅を久し春園と命名。 この年からエルサレム巡礼と世界一周の旅行に出かけ、エルサレム滞在時にパリ講和会議にあてて、諸望と題する軍備全敗と世界政府に向けた構想を送付した。扶助期の執筆のきっかけとなった伝聞は、その頃近所の陸軍の大物、大山岩尾が5歳、大山捨松と再婚したこと、大山岩尾と前妻の即女が病弱であったことなどで、 これを事実に無関係に客色をしたのが、不除期だった。ロカーこの作品により、捨松が事実無根の悪人に仕立て上げられたことで、不幸な目にあっているのを目殺し続け、1919年に、捨松が、既得になる間際に、ようやく謝罪をした。1920年、ニューヨークにて1920年から21年に、かけて愛こと、世界一周旅行し、この経験をまとめた。 日本から日本へ、お愛子と京著で出版。1923年にはおばである、竹崎純子の実伝を執筆。1924年に、虎ノ門事件を起こした、南波大輔助,助名の意見書を、宮内庁に、上申、さらにアメリカの排日移民法にも、反対論を発表し、太平洋を中にしてとして出版。1925年、愛子と京著の自伝的長編。 富士を観光開始。実名は使われていないが、民有者を中心とした明治文学史資料として、聖国無比との評価もある。1927年に心臓発作で倒れ、伊香保温泉で療養。電報で駆けつけた兄と再会したその夜に死去した。葬儀は東京青山会館でキリスト教式で行われ、カスヤの自宅に葬られた。二冠となっていた。 富士がイ・ヨは死後愛子夫人によってまとめられて出版された。愛子は1874年7月18日、熊本県菊池ワイフ町の原だけの抜子として生まれ東京女講師を卒業。在学中に兄と厨子に秘書に訪れた際に、徳富家が同じく滞在中で、祖方が兄と父であったことからロカとの縁談がまとまった。結婚後は、 赤坂氷川町でロカの両親と同居しながら、有馬小学校の教師を務めていた。生徒時代に大選定を見学した際に、扶助器のモデルとなった信子にもてなされたことがあったと、回想している。夫妻に子供はなく、祖方の末娘、鶴子を2歳の時に、席は入れなかったが養子ににもらい受け、かすの自宅で可愛がって育て、国内各地、朝鮮、満州の旅行にも、 家庭教師を伴って同行した。しかし、ロカの父の帰得に際して実家へ帰し、再会したのはロカの臨終の席だった。1947年2月20日、愛孤没。小説、エッセイ翻訳作品集伝記、トルストイの中では、文豪、白大神経なる、思想家、真理の使と人情の歓迎者、この王実に、前人の足跡を踏まえぬ、 大なる霊魂であると評しており、1905年にイカホにした間は、福音書とトルストイの著作を熱心に読み、この12月には、実書のトルストイと、扶助記の英訳を送り、翌1906年1月に手紙を書き、3月に思い立って、パレスチナ巡礼とトルストイに会うための旅行に出る。当時のエルサレムの街並みのヤバチサには、エルサレム城内の別件には、 人をして一挙にやかんと、よくセシムと投げえたが、ガリラヤ地方には、指摘ガリラヤよ。何時の土地はこええ、何時の山は穏やかに、何時の湖の水は真摯。と感動。続いて、コンスタンチノープル、バルカン半島を経て、ヤスナやポリアーナに、トルストイを訪ねて、家族ぐるみの艦隊を受け、トルストイと一緒に泳いだバロンカ川の川岸の小屋の壁に、 我がための夜がなるや生まれで出て、ウブユにあびしこのバロン川という詩を書き残した。この旅程の気候文、巡礼気候は、日本人による最初のパレスチナ旅行記であり、ガリラヤの地において、自然寺、キリスト、詩人、キリスト、田舎間キリスト、平民、キリストと呼びかけたのは、トルストイの半身論的な思想や、横井時ラのユニテリアンの影響も指摘されている。 やがて1918年にはトルストイを捨て、また自身とアイコはアダムとイブの生まれ変わりであると宣言した。さらに1919 19年にはヒコとヒメと称するようになり、土着の浸透的反信論に回帰していく。黒潮は1899年頃から副案を練り始め、1902年に国民新聞に連載。連載開始前日には、 黒潮の回を掲載した。書き出し部分になる、明治20年4月の初旬、東京麹町内山下町の館に、貴婦人伝の催しにかかる演芸会が開かれた。という一文の通り、六名館の命名をもとにした館を舞台に、民有者時代の知識と、兄祖宝からの情報をもとに王家主義社会を描いたが、6月で連載は中絶。その後12月に、 同志で、下枯れ日記を連載した際に、その中の、反政府的な文章が無断で削られて掲載された、ことで、国民新聞には一切執筆しないことを通告した。翌1903年1月に、黒潮社を設立し、黒潮前六館を刊行する目論見みを立て、父から譲り受けていた株式を売却してその資金に、当てた。2月に、第一編を発行し、 各所に販売を依頼し、東京毎日新聞の木下直江は、好意的な批評を掲載し、君が文芸の紛れに猛進せらるるを祝すと激励した。観光後3ヶ月で8000部を売る公表となり、東京毎日新聞は、続編の掲載を依頼したが、ロカはこれを断った。またこの単行本の関東に掲げた、双方家計も、名文として多くの感銘を与え、ロカは、 キリスト教的社会主義とトルストイズム信奉者とみなされるようになったが、ロカ自身はそれを好まず、祝冊版では、この一文は削られた。第二編は1905年11月に、新期限に一部が掲載されたが、その後は執筆されず、未完のままとなった。徳富ロカ文学費。ありがとうございます。